お花紙ボールがポコポコと可愛い壁面用クリスマスツリーの作り方です。三角形の台紙に液体のりを塗り、細かく切ったお花紙を全体にのせて茶色の画用紙で幹をつけます。ここにお花紙で作ったカラーボールやラメボールを貼っていきます。一つ目は金色のリボンとカラーボールを使う方法です。まず金色のリボンをボンドでつけていきます。ボンドが乾くまでクリップで留めておきます。反対側の端のところはボンドをつけたらリボンを折り曲げてクリップで留めます。これを繰り返していきます。最後までいったらハサミで切ってボンドで留めておきます。今度はそのリボンにクロスするように同じように留めていきます。リボンがついたらお花紙ボールを飾り付けていきます。盛り上がるぐらいたっぷりボンドをつけたら、全体のバランスを見ながら色を選んでボールを置いていきます。てっぺんに金色の星を貼り、クリップを外します。リボンを折り曲げたところにもカラーボールを貼って、完全に乾かせばツリーの出来上がりです。2つ目は園芸用鳥よけテープとラメボールで飾ったツリーです。両面テープを2センチほどに切り取ったら、裏側に折り込むようにして貼ります。一番上のテープを剥がし、鳥よけテープを裏側に折り込むようにして貼り付けます。斜めに渡したら、今度は一つ下のテープを剥がして、これも裏に折り込むようにして貼り付けます。また一つ飛ばして反対側に貼り付けます。最後は鳥よけテープを裏側で切ります。反対側の一番上から同じようにして鳥よけテープをつけます。テープとテープの間に盛り上がるぐらいたっぷりと木工用ボンドをつけて、ラメボールを置いていきます。最後に星をつけて、しっかり乾けば出来上がりです。最後はスパンコールとお花紙ボールで飾る方法です。スパンコールは木工用ボンドでは貼れないので、両面テープを使います。両面テープは斜めに貼ったら、端のところで切らずに折り曲げて反対の方に持っていきます。こうすれば最後のところだけをめくって一気に剥がすことができます。両面テープを貼ったところにスパンコールを乗せていきます。反対側からも同じように両面テープを貼ってスパンコールを乗せていきます。これでスパンコールをリボンのように連ねて貼ることができました。ここに同じようにしてお花紙ボールを貼っていきます。今度はラメボールとカラーボールの両方を使ってみました。モールとデコシールを使って飾り付けたツリーとも組み合わせて並べると、大きなクリスマスツリーになります。星や植木鉢、ポインセチアなども組み合わせて、クリスマスの壁面を華やかに飾りましょう。